こんにちは、はがちゃんしゃべるのコーナーです。先週のね、日曜日新潟1レース大成アニマート、単勝ね、10倍で勝ってくれましたね。皆さんどうでしたか？まあ、私は、非常にね、気持ちよく、先週の競馬をね、終えることがおかげさまでね、できました。まず土曜日の1レース、桜ライトニングという馬がね、出てきますね。かなり厩舎で戸崎騎手鞍上、まあこの未勝利戦はいただきかなと。まあね、対戦アニマートね、次はプラタナス賞予定と、いうことなんでね、次回もご期待ください。まあ、斉藤誠厩舎のね、所属馬なんですけど、まあ、肝心のね、ヌボレコルトについて一言、お伝えしておきましょう。今週のねローズステークスの主役の一頭ですから、やはりね、桜花賞オークスとね、使ってた頃に比べると、斉藤先生のね、イメージではまだちょっと体が寂しいかなと、いうことだったんですけど、もともとねこう使い込んで、良くなってくる子ですからと、いうことも言ってたんでね、まあ、あの当時はこうね、前哨戦使いながら桜花賞オークスという形でね、こう追い切りの一本一本が、実戦の一回一回がね身になってこう階段をね一気に上がってきた馬でもありますんでね、まあ、使って、次本番と秋華賞と、いう形の、作りではあるようですけど、思ったよりもね一周前を切り動けていたと、いうことですし、このね、メンバー見渡して、まあ、レッドリベールはじめね、一戦級顔を揃えてますんでね、まあここで任しておかないとねと、次のためにと、いうことをね言ってましたんでね、まあ斉藤誠先生ね、非常にね、温和な柔和な性格なんですけどもね、こと勝負にかかるとね、妥協がないですからね、強気の誠節、炸裂してましたんでね、馬の状態はね、いいんだと思います。期待してください。あとね、セントライト記念の方ですね、こちらもですね、もうセントライト記念史上最高のメンバーじゃないかなというぐらいね、メンバー集まってますね。もう本当にワンアンドオンリー以外の一戦級は全部ここに顔を揃えてるなという感じなんですけどね、それでもやっぱり主役はねイスラボニータでしょう。イスラボニータについてはね、まあまあいろいろ栗田先生にも毎週お話を聞いてるわけなんですけど、私がね一番印象この馬についてねちょっと、この秋で印象に深かったのは、先週追い切りにまたがった海老名騎手のコメントですね。こうね秋を迎えての成長云々なんていうお話をちょっと聞いた時に、海老名騎手がね変わらなくてもいいって言ったんですよ。あるいは変わってほしくないなっていうこともね、言ってたんでね、どういうことかって言いますと、要はもうそのレベルまで来ちゃってるよと、いうことだと思うんですよね。本来であればね、まあ、3歳の秋ですからまだまだこれからぐん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 と、いうところもあるんでしょうけど、まあ海老名騎手がこの馬に対して持ってるイメージっていうのはやっぱり相当なものなんだなというのをね、その一言で感じましたね。変わらなくてもいいっていうことですからね、本当に、ね、3ヶ月ぶり3ヶ月半ぶりですか、乗ったけど、まあ、順調だねと、普通でいいよ変わらなくていいって、ああすごいなっていうね、まあ、この馬に対する信頼度っていうのがね、伺えた一言じゃないかなと思いましたね。まあ皐月賞馬でね、ダービー一番人気2着っていうね、そういう足跡はね、言ってみればね、東証ボーイですか、
で距離的にもね、まあ、中距離馬だというふうに一般にはね、捉えられてると思うんでね、いわば本当東証ボーイっていうのを再来みたいな感じなのかなともう思ったりもするんですけどね。だとするとですよ、まあ菊花賞有馬記念あたりの路線でもいいし、まあ中距離に決めて歩んでいくのもいいし、あるいは天性のねスピードとセンスを生かして、マイル路線っていう形でもねいいと思うんですよね。とにかくそのぐらい幅広くね、どんな路線でもね活躍できる主役としてね、長く一戦級でねやれる馬なんだなというふうに、思いますね。いや本当にね、先週のね海老名騎手の一言でちょっと、私もね、あもうこの馬はそういうね存在なんだと、いうふうにね、位置づけましたね。まあセントライト記念も、ローズステークスもね、一番人気の馬に本命になるのかなという感じなんでね、まあ穴馬券は、違うところでね、探したいなと思ってますんで、またね、週末の私の推奨馬なんかも、ちょっとだけ気にかけていただけると、嬉しいなと思います。以上です。